さあ、というわけで、おやってまいりました。お、お昼です。お昼です。時間時間いいだろ、懐かしいお昼です。ミッドナイト TV。先日、9917ライブを、ありがとうございました。急遽に変わらずありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、なんかたまにはなんかああいうちょっと違ったものをね、生活に取り入れてる何それ、あいつのもいいですね。変な人みたいな。まあそんな一覧のライブの中でもちょろっと話し上がったんですけど、はい、スルさんには今日料理してもらおうかなと思います。おお、違った文化をね、確かにそういうの、何した違った文化をやっぱスル料理しないとダメだなと思って、なるほど、改めて思いましたんで、本当に外食ばっかりなのでですよね、はい、今回ちょっとスルさんにね、お題を、お題、まあ、前回の山梨エイトコツアーで吉田のうどんっていうの食べたじゃないですか。うまかったね、吉田のうどん、はい、ちょっと作ってほしいなって。いや、東京でもあれ味わえねえかなって。締められんぞ、うどんだけ。なんでこう17ライブの告知の時そのうどんなのか、お前やな、うどんなの。今回も一応告知動画なんですけど、ね、そう、うどんといえば17ライブってことで、ね、じわじわ来るからなの。なんかおかしいだろっていうね、いろいろやりましょう。お、あざーす。うどんは用意しましたんで、あとはもうオリジナルで。怖っ、出汁から何からってこと。出汁から何から無理だろ。出汁感がどうの言うてるよ、普段だって言ってるからね、口ばっかりもうね。ほんとあざすあざすさあ、というわけで、はい、うどんとキャベツと牛肉を一応用意しました。なるほど、本当に最小限でやれみたいな。わかんないですけど、これできんじゃない。あとまあめんつゆとかはね、醤油とか砂糖とかもあるんで、一応どうします。まずは茹でる。まずはちょっと固い方がいいから。固い感じだから、3分って書いてるんで、うん、ここもう1分半とかで、お、抜本的なとこかで、ね、なるほどね。ここら辺マジどうしようか。なんかめんつゆとかで炒めたらいいんじゃないの。もうすでにめんつゆ風の味をつけておくと。そうそう、味付けをね、うん、むずいな、ちょっと何も触ってたくない。じゃないちょっと、でもキャベツ切っとくとか絶対あるよ。そうだね、キャベツ切っとくのか、なるほどね。全然やれや。全然やんないじゃん。もう下半分切っちゃっていいよ。あ、いいの。皮はまあ剥いてもいいけど、どんぐらい使うかだけど。なんででしょうね。こっから。なんでしょう。こんぐらいのもんじゃない。これを結局なんか茹でたらしなるみたいな。あ、4分の 1？ どこあるかちょっと、4分の1ぐらいの。いや、どうかな、7分の2ぐらいな。7分の2。もう一個鍋を用意して、ちょっとこっちでなんかキャベツとかをやりながらみたいなのがいいんじゃないかという。先に肉入れた方がいいんだっけ。全然いい。先に肉からいきますね、はい、いや怖すぎんだけど、マジ絶対まずくなりそう、悲しいわ。あとめんつゆ、もうちょっとめんつゆで、めんつゆでいくみたいな。めんつゆでも茹でちゃう。これは茹で用ね。そういうゆで用です。これゆで用です。これでちょっと味をつけつつね、うん、茹でていくと。はい、肉をね、お、ちょっと入れていきますと、はい、ちょっとここにキャベツも、お、あんま変わってない、さっき入れるとあんまりノータイムで入れちゃった。これ味付くの、でもこれでこんなんですごい弱火でさ、長めに長めに茹でたら味付くんじゃないかっていう、どこどこ入れてます。もうお湯いらんかったんじゃん、そうなった。確かに、めんつゆでやればよかったのか。ちょっとやり直したいな。ちょっと味見したら今何もついてねえよ。まだちょっと赤い。ちょっとこれでコトコトやらせていただきます。はい、さあ沸騰しました。はい、もしもし沸騰していますということで、はい、まあ、とりあえず二玉使います。なるほど。あ、でもこれ結構硬そうだな、このうどん。すごいなんか給食のうどんを思い出すよ。ソフト麺的なところがある。お、なんかこっちもやばい、やばい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 。あ、でもこれはね結構いいんじゃないですか。なんかいい匂いですよ。あ、ほんと。うまくね。え、知らない知らない。うまいんじゃない。あ、ほんと。うん、やったじゃん。全然秒数上がってないけど。あ、やばい。ちなみにもう1分半は経過してます。え、マジで。ちょっと待って、全然経過してます。時間よ、止まれ。2分ぐらいかな今。あ、でももう食えんじゃないこれ。こんぐらいやったらいけるいける。これでいきましょう、はい、これでしっかりと水で締めてね。もうそこで固くする、水で固くすると。やっぱしっかりここは締めないと。よいしょ。想像以上にしっかりです。あんだけ腰あるんだから。なるほど、はい、水で締めれば腰は出ると。水で締めれば腰出せます。同じこと言ったら。したら、うどんを盛り付けて、はい、でもうやっぱね、このキャベツと肉が結構うまかったんで、やっぱ吉田のうどんさん、こちらをねしっかりとかけていくと。はい、いいんじゃない。めっちゃうまそうじゃん。本当ね。本当とね。温度差がすごい。いきなり言わせてる感が。でこの上からこちらをね、これ普通に、これ普通にあのそこに書いてある、そうね、濃度でのように割って。なるほど、はい、どうでしょう。はい、はい、つする流吉田のうどん、はい、完成ですということで。
さあ、というわけで、はい、自ら言ってみます、一回。どうぞ。あれどうくんの正解なんですか、すするのうどんは。まあまあまあ、最初は麺から言ってもらって、最初は麺から言っちゃう、その後ちょっと絡ませてもらってね。はい、言ってみてください。普通のうどん。めちゃくちゃ普通の、茹で加減めっちゃ普通なんだけど。え、マジで。むしろやばいぐらいの。え、あとあんな締めたらめっちゃぬるいっていう。なんでだろう。氷か。あー、氷が必要なのかな。確かに。すんごい。お母さんが手抜いた時やな。ああ、もう普通っぽいもんな。めっちゃ普通じゃん。麺も麺も腰もなんかそんなないし。そう、これと一緒にいったらでも変わるもん。あ、なるほど、うん、確かにこの肉キャベツがあればね、だいぶ近づくんじゃないかということで。うん、うまい、うまい。あ、ほんと肉キャベツか、うん、肉キャベツじゃん、言ってよ。ちょっとキャベツを絡めながらの、うん、これ思い出されて言っただろう、あの山梨の日々が。あれ全然、これ全然わからない。え、肉はうまくない、これ肉がうまい。ポテンシャルが高い、ね、ポテンシャルか。うん、肉キャベツうどん、うん、そう。吉田のうどんではない。まあ全然まずくないけど、うん、めっちゃ普通だったな。まあ、根本的に麺の製法が違うやろな。まあそうだね。そんなね、ちょっとやっぱ料理が下手くそなんです、するさんは。まあまあ、ほんとに、ね、まあ、今回良かったけどね。本当？全然良かったけど。嘘だ。嘘だろ。全然良かったけど、料理が下手くそなんで、ちょっと料理会議をしようっていうことで。なるほど。今回も、イジャンライブをやります、今度。おー、今回ちゃんと動画で告知してやります。なるほど。明日ですかね。急だな。明日空いてるのが8時から空いてんな。おー、いや、もうまたそれや。そうしましたら7月29日、はい、8時から。あ、ちょうど空いてるから。あ、オッケー。7月29日8時から開けてたよ。明日からとりあえずじゃあやりますか。じゃあ今イチナライブ分かんない人のために、イチナライブっていうのは老いも若いも集う非常に素晴らしいライブ配信アプリ。試しにちょっとじゃあコメントとかしてみますか。はい、この時間でもこんなに配信してる人がいるんですね。ね、なんかじゃあこの人、そうね、何、おとげの曲、おとげの曲かかってる、テンション、テンション。じゃあリクエストしてみよう。リクエスト受け付けてるから。メガネ1個外してもらっていいですか。どういうこと。めっちゃメガネしてるんですよ。なんかおとげの曲リクエストできるんじゃないだから。おっと、バネッサもう一回お願いします。バネッサ、バネッサ、カタカナで。そうそうそう。あ、やってますね。おバネッサやってくれる、バネッサやってくれる。階段がね、常に6連符ですから、結構体力も必要となる譜面です。おー、6連符すごい。これどうなんできてる。アレンジすごいな、なんかもう。そうなんだ、アレンジすごい。このね、階段が、階段が出てる、出てる、出てる。いや、上手ですね。上手ですね。上手ですね。ありがとうって、ありがとう、ありがとうって、うん、なるほどね。なるほど、こんな感じで結構近い距離でね、絡めると。へぇ、こんな感じでね、縦型っていうね。確かに、縦のライブっていいね。縦動画結構いいから。さあ、というわけでね、はい、7月29日、はい、8時からはい、そういう配信をしますので。そういう配信。それがバネッサを引き、やらねえよ。引きながら料理のね、料理に関する話をちょっと、ね、どんな回なんだよ。やりますので、はい、ぜひお越しくださいということで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。